31ショートトンネウ、クライシスレスポンスフォースインシグニア第31海兵遠征部隊はアメリカ海兵隊の海兵遠征部隊。日本国沖縄県に所在。高級的に海外展開している唯一の海兵遠征部隊である。第31海兵遠征部隊司令部は名護市、女村、木野座村、近町にまたがるキャンプハンセンに所在している。 2011年現在、アメリカ海兵隊は7つの海兵遠征部隊を常設しているが、このうち第31海兵遠征部隊はアメリカ本土外に駐屯している唯一の部隊である。なお、他の6個海兵遠征部隊は3つずつが各海兵遠征軍に割り振られているのに対し、第3海兵遠征軍が霊下に持つ海兵遠征部隊は本部隊のみである。 第31海兵遠征部隊は、およそ2000名の海兵隊員と100名の海軍将兵から編成される、諸兵か連合部隊であり、下記のような編成となっている。県政ではなく、任務部隊であることもあり、所属部隊は、ローテート部隊が多く、時期によって異なる部隊が配属されている。例えば2011年の東日本大震災に、対する、友達作戦の際には、 G 氏としては、第5海兵連隊、第2大隊大隊上陸チーム、ACE としては、第262海兵中型ヘリ中隊が配属されていた。これらの部隊が連携することにより、第31海兵遠征部隊は、小規模ながらも独立した作戦行動が可能な戦闘単位となっている。また、第31海兵遠征部隊は、 サセボ及び横須賀に展開している第七艦隊の水陸両用部隊と連携することで迅速に洋上起動して紛争地域に進出できることから西太平洋地域における太平洋海兵隊の即応部隊として機能している。友達作戦に従事する隊員ら第31海兵衛征部隊はベトナム戦争に参加するため1967年3月1日に 編成されたアルファ特別上陸部隊にその期限を有する。アルファ特別上陸部隊は沖縄からベトナムに投入された最初の部隊であり、1967年4月10日にベトナムに到着した。1970年11月24日、部隊は第31海兵隊療養隊と解消された。第31海兵隊療養隊は、 ベトナム戦争後も西太平洋、東南アジア地域における前進配備部隊であり続けた。1983年9月から10月にかけて部隊は多国籍軍の一員としてレバノンに派遣された。これは第31海兵隊両用隊の最後の戦闘任務であり、部隊は1985年5月に編成解除された。1992年9月9日、 部隊は第31海兵遠征部隊として復帰編成される。部隊は1998年11月にはベローウッド両養即応グループの一部としてイラク近海に展開した。また、1999年からは東ティモール国際軍、国際連合東ティモール暫定行政機構にも要因を発出した。2003年のイラク戦争にも参加しており、 2004年にはファルージャの戦闘に投入された。2011年3月に起きた東日本大震災に対する救援活動にも参加し、仙台空港や松島基地の復旧支援活動に協力。特に仙台空港の1500メートル分の滑走路の確保に尽力する。ありがとうございます。